さあもう何度目になるのか、皆さんは今までに走った有馬の数を覚えておりますでしょうか。馬娘の数だけ、夢の数だけ有馬はあります。今回の中山競馬場、あいにくの雨模様、波乱が起きそうな何かを予感させる天候となっております。果たしてこの2500を制するのは一体誰なのか。その答えは三女神像すら知らない問いでありましょう。16枠ウォッカ、本日は大外からの出走です。少し離れて8枠ダイワスカーレット、仕上げてきました。素晴らしい上り坂。4枠2番人気ビワハヤヒレ、今日は雨天のためか少し顔が大きめか。ウォッカ1番人気です。本来ありえない挑戦ですが、これが馬娘の醍醐味でありましょう。さあ各馬娘ゲートに収まりました。スタートしました有馬の長い旅路。最強の馬娘の称号は誰の手に渡るのか。当然注目すべきは8番ダイワスカーレット、16番ウォッカのライバル対決です。2008年天皇賞秋、あの時もう 100m あれば歴史は確かに変わっていた。あの時の続きを、あの時届かなかった数センチのために、ここ有馬に今一度戻ってきたのがウォッカであります。レースを見ていきましょう。先頭には11番ジュエルアズライト、単身レースを引っ張る展開。その後ろにはリボンハミング、外には8番ダイワスカーレット、後ろビワハヤヒレ、さらに当選冗談。1周目のスタンドのどよめき聞こえますでしょうか。やはり観客の多くがダイワスカーレットとウォッカのライバル対決を見届けております。後方には内に5番ナイスネイチャー、その外に16番ウォッカ、さらに7番ディシジョン、3番サムガーデン、14番ゴールドシップ、続いてしんがりにエアグルーヴという展開です。第1コーナーから第2コーナーへ、依然として先頭は11番ジュエルアズライト、続きましてリボンハミング、3番手にはやや顔でかいね、外を回っておりますダイワスカーレット、メジロマックイン、アニメ12は泣かずにはいられない。15番ブレイクステップ、ブレイクするのは衣装にしてほしい。当選冗談、マックインの資料凝視している。うちにはアートネイチャー、増毛は任せろ、1馬身離れてゴールドシップ、本日はおとなしめか。外にはウォッカ、スポンサーは笑福亭鶴瓶です。全馬娘が一つにまとまった混戦状態、まさに馬娘風呂、一緒に汗を流したいところでありますが、もう間もなく第3コーナーから第4コーナーへと差し掛かる。外を回るダイワスカーレット、額に汗が浮かびます。後方に控えるウォッカ、どのあたりで勝負を仕掛けるのか。当選冗談が上がってきた、差し馬は当選といったところか。ビワハヤヒレ、ここへ先頭へ躍り出た。さあ第3コーナーから第4コーナーへ、その独走を許さないのが史上最強のステイヤー、メジロマックイン。さあウォッカだウォッカだウォッカ、大外からとんでもないスピードで差しにかかる。ダイワスカーレットは苦しいか、スカーレットは苦しい。ウォッカさらに外から不吉な真っ赤な衣装が迫ってくる。先頭はビワハヤヒレ、さらにすぐ並んでメジロマックイン、ゴールドシップ、その後ろにウォッカ、ビワハヤヒレ厳しいか。ウォッカメジロマックインを捉える。しかしゴールドシップ、ゴールドシップだ、なぜゴルシなんだ。ダイワスカーレットはどこへ行った。ゴルシ戦闘、ゴルシ戦闘、一体何が起こってる。すり替わってるぞ、怪奇現象、これがゴルシマジック。ウォッカ届かず、これだから不沈感は嫌なんだ。